エリア・ミロセビッチエリア・ミロセビッチは、ベネツィアで生まれ、ローマで亡くなった、イタリアの天文学者である。彼は、水星や小惑星の軌道計算の専門家で、特にエロスの軌道の計算で知られる。彼は、パドバ大学に入学し、最初の論文は1874年と1882年の、金星の日表通貨に関するものだった。この論文は、注目を集め、 彼は、リアルエスティットートディ・マリーナ・マーカンタイル・エーベネツィアの天文学の教授となった。1879年、彼は、ローマ学院天文台の大長代理となり、1902年から死去するまでは、ピエトロ・タッキーニの後を継いで中央気象局の局長となった。エロスの軌道の計算の研究に対して、1898年と1904年に、 イタリアのアカデミア、デイ・リンチェイから、また1911年には、フランスの科学アカデミーからも天文学賞を贈られた。彼は生涯で450以上の論文を出版し、多くの惑星や彗星の観察を行った。小惑星ミラスビッチは、彼の名前にちなんでいる。ありがとうございます。